そう、前回その引っ越しについて話したんだけど、大きく言うと引っ越したいって気持ちと引っ越したくないって気持ちがあって、ですごい葛藤してるのね。こういう大きな葛藤、人生の大きな葛藤ってさ、なかなか考えても答えが見つかんないじゃん。で、じゃあどうしたら見つかるのって話だったんだよね、前回は。一つこの間話したのは、やっぱハートに聞くっていうか、どっちにしたらいいのって教えてもらうってことが大切だと思うのね。でもさ、ハートに聞くって何なんだろうっていう話で、頭で考えてることとは結構違ったりするんだよね。ハートに聞きたい時って大抵さ、困った時じゃん。で、困った時って頭では答えは出てるんだよね。だけどそれじゃあなんかしっくり来ないから困ってるわけじゃんだから頭で考えてることとはやっぱちょっと違うと思うことが多いと思うんだよ。で、じゃあもし頭じゃないんだったら、自分の好みとか自分の心惹かれるものかなと思うじゃん。で、これは頭で考えるよりも大切な人生のコンパスだと思うんだよ。でもね、そのなんかもっと違うのがある気がしてて、要するに頭は一つあるじゃん。で、自分の好みってあるじゃん。例えばこっちの方が好きだなとか、こっちの方がいいなって思うとかあるじゃん。で、その二つとは別でもう一個、あのなんていうか、ハートの声っていうのがあると思うのよ。だからハートが示してる道っていうのは自分の好みとも違ったりするんだよ。本当にこんなことでいいのっていう感じじゃん、それって。その道を行くって怖くない？だって頭では納得できないし、それは自分の好みでもないって言ったらさ、普通まあそっちは行かないよね。だけどなんかあのそれがハートの道だったりすると思うのね。で、一つのその感じ方っていうのは、この間も話したみたいに体で感じるってことが一つだと思うのね。特にここら辺だよね。あるいはなんかもっと奥の方っていうか表現できないのかな。なんかこう言語にならないような感覚っていうか、でそれがハートの感覚っていうものだと思うんだよね。ハートが指し示してるものをキャッチする感覚で、それが一つあるじゃん。で、もう一つのそのハートの見極め方っていうのは、人生のいろんな細かなことってあるじゃん。例えばあの Spotify で音楽聴いてて、次の曲がこれ流れてきて、妙にこの歌詞ばっか気になるなとか、あるいはなんか会うたびに会うたびにみんながこんなこと言ってくるとか、なんか見るものがこういうものだったとか、なんかそういう人生のなんていうのかな、いろんな偶然ってあるじゃん。もうなんかシンクロニシティとかっていう人もいるけど、いろんな偶然がなんか一つの方向を指し示してるってことがあると思うんでね。これが実はハートの声だったりすると思ってるんだよ。ハートの声ってさ、普通は自分の体の中から来ると思うじゃん。だってハートだからさ。だけどなんか不思議なことに、そのハートの声が自分の外の世界を影響を与えて、外の世界を通して自分に語りかけてくるっていうこと。何言ってんのかよくわかんないと思うけど、なんか生活してるこの普通の世界がなんかこうハートのメッセージを届けてくる。だ、自分こっからここって近いけど、こう届かないから、なんか一旦外に行って、で外の環境とか人とかそういうのを、ちょっと暑いから窓開けるわ、なんかこう使って自分に気づかせようとする。だって俺あのさ、ハートの声って気づかないかもしれないけど、
何回も聴く音楽だったらさ、それってやっぱ気づくじゃん。だからそんな風にしてハートの声を聞くっていうのがなんかある気がするんだよね。だからあの頭でもないし、その自分の好みでもない、でそのハートの道っていうのは何の根拠もないじゃん。理屈的な根拠はないし、それが往々にして自分の好みとも違ってたりするじゃん。うん、だけどそれが実は道だったりすると思うんだよね。だからすごくもう簡単に言うと、人生の中で起きてること、いろんなこと、音楽とか聞いたこととか見たこととか、そういうものがこう指し示してる方向にちょっと行ってみようかなって言って試してみるってことが、実はハートの声を聞くっていうことにつながってることもあると思うんだよね。最初もう一回おさらいするけど、自分が混乱してるから、その体で聞くってこと、あとこう何かこうシンクロニシティっていうか、こう周りが自分をこちらの方向にこう押してるような話、あともう一つはあのこれはちょっと好みっていうレベルじゃなくて、自分のなんていうのかな、魂が喜んでるように感じるとき、それって多分ハートがそっちに向いてると思うね。これはその好みとかとは必ずしも一致してなくて、なんか嫌だ、すごい嫌なんだけどやってみ、もういやしょうがなくやってるんだけど、生活のためとか、やでもやってる時はなんかこう生き生きとしてしまうっていうか、自分でコントロールできない、そのこうジョイっていうか喜びが溢れてくる、それがねなんかね重要な気がするんだよね。あの英語でさ、プレジャーって言葉あるじゃない、日本語でなんて言っていいのか分かんないけど、こう、うん、快楽というか 快感というか、プレジャーっていうのってさ、大抵こう外からの刺激で来るわけだよ。例えばなんかこう飲んだり食べたり、なんかこうマッサージしてもらったりとか、そういうのプレジャーだよね。でもさ、あのなんていうのかな、ジョイっていうのがあって、もう一つ喜びっていうか、でこれって必ずしもその外から来るものにあんまり依存してなくて、自分の中から溢れ出てくる、もちろんなんかきっかけは必要なんだけど、一旦きっかけが始まっちゃうと、もうそっからもうぐわーって溢れ出てくるような喜び、自分の中ので、それってさ、あのプレジャーとは違うんだよね。プレジャーってこうコンスタントにその供給が必要というか、例えばお酒だったらお酒をコンスタントにこう常に飲んでなきゃいけないじゃない。でプレジャーの恐ろしさって、あのやればやるほどその得るその快感が減ってくんだよ。こう伸びが減ってくる。だから最初はこういうふうに、なんていうかな、飲めば飲むほど楽しくなるじゃない。ただだん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 鈍化していくわけよ、その喜びが増える量がね。だから飲んでも飲んでもちょっとしか喜びが増えないってなっちゃって、まあ、これいろんなことに言えると思うんだけど、ギャンブルとかお酒とか何でもそうかな。その外的な刺激によって自分の喜びを得ようとするものっていうのは、やればやるほど伸びが悪くなって、割りが悪くなって、喜びがあんまり得られなくなって、結局苦しくなっちゃうんだよね。なんでかっていうと、そのやればやるほどっていうところで体壊すから。例えばお酒飲めば飲むほどってその限度があるからさ、やっぱ体壊すじゃん。でも喜びを求めてやめられなくなっちゃうんだよね。ギャンブルもゲームもそうだし、何でもそうだね。だからプレジャーってさ、やっぱ苦しいんだよね。だけどそれとはもっと違う喜びってのがあって、それはジョイっていう話なんだよね。ジョイっていうのはやっぱ自分の中から溢れ出てくるもの、きっかけが一回あればもうそれ以上何もいらなくて、もうずっと溢れ出てくるもの、ぐるぐる回り始めて、こう黄金のこう火花が散っていくような、そう喜び、もうコントロールできなくなるような喜び、もうそれは無限に喜びが出てくる。でそれはもっとプレジャーよりも強いものっていうかな。でそれがね、それが何だろう、ちょっと待ってね。
なんか車が変な音してる。大丈夫かこれ。変な音してんな。まあいいや、ちょっと歩こうかな。マスクしないとね。あ、ちなみにここがあのこの間話した私が好きだっていうあの広い空のあるとこなんだよね。わあ、いい天気。誰もいないね。ほら見てくださいよ。見えて映ってんのかなこれ。でそのハートのメッセージの聞き方なんだけど、一つは体で聞くってこと、あともう一つはシンクロニシティっていうか、自分が指し示してるものを、自分の周りで起きる事柄が指し示してるものに注意を払うってこと。なんか日常生活にいろんなヒントがある気がするんだよね。でもう一つは、大丈夫かなこれ、マスク取っても誰もいないからいいかな。でもう一つはそのジョイとプレジャーっていう違いについて話したけど、そうだね、そのプレジャーじゃなくてジョイを感じるものに注意を払ってみる。それがね、実はハートの声だったりすると思うんだよね。でそこら辺に注意を払うことによって随分自分の行動も変わってくるし、選択も変わって、いろんなこう毎日毎日こう日々決断してるじゃない、何かを選んでるじゃない。今日は何を飲もうかなとか、どこに行こうかなとか、誰と話そうかなとか、ランチどうしようかなとか、そういろんなその決断がやっぱ影響を受けると思うんだよね。そしてやっぱ人生も変わってくると思うんだよね。多分ハートの声聞いてれば間違いないと思うんだよね。たださ、誰の人生もいろんなチャレンジが訪れるじゃん。でそのチャレンジってやっぱ必要なことだったりするんだよね、その人にとって。人生ってやっぱその人に必要なことが必要なタイミングで起きてるって思う、俺は思ってるのね。そういう気がしてるの。だからそのハートの声に従ったからって言ってチャレンジが訪れないわけじゃないと思うんだよ。だからだけどそれでいいと思ってる。それがあの私の道でありあなたの道であると思うんだよね。で自分の道をやっぱ歩くっていうのが人生にとって大切だと思うから、自分の道が歩けるようにハートの声を聞くってことの練習するのはとっても大切だと思うのよ。そう、そんなこと考えてたんだよね。